長藩は、鈴木目蝶蝶魚科に分類される魚類の一種。種小業は、目の後ろの白い帯から、新月を意味する。和名の由来は、長藩とする説と、目を通る黒い帯の後ろにある白い帯を、熊坂長海苔の頭巾に見立て、長海苔とする説がある。英名は、目を通る黒い帯からアライグマに見立てている。幼魚レッドシーラクーンバタフライフィッシュ蝶蝶魚制御は、 航海に生息するレッドシーラクーンバタフライフィッシュ。幼魚は蝶々用とよく似ている。外見上告示しているが、本種とレッドシーラクーンバタフライの場合、本種と波蝶の場合、といった相違点がある。雑食でサンゴのポリプ、低生小動物、藻類などを食べる。幼魚は死滅回遊魚として毎年夏になると黒潮に乗って本州沿岸でも見られる。 生魚は主に水深1から30メートルの岩礁域や珊瑚礁域に生息しているが、水深170メートルでも観察されている。夜行性の性質を持ち、昼間は岩陰でホバリングしている。寿命は長いもので9年。西、中部太平洋からアメリカ西海岸までの太平洋、オーストラリア西海岸からアフリカ東海岸までのインド洋にかけて広く分布する。 航海には生息していない。日本では房総半島以南に分布している。観賞魚。丈夫で気が強く、餌をよく食べるが、人工飼料に餌付きにくい。ありがとうございます。